それは前触れもなく起きた。この町もすっかり廃墟になりましたね。皆さんなかなかの仕事ぶりです。強大な力を持つ別世界から現れた敵と彼らと共闘する者たち、ベノムズによって世界は壊滅的なダメージを。だが絶望の闇が世界を覆えば、必ずそこには希望の光も生まれるのだ。いざ！おや、お連れの姿が見えませんね。おめえを止めるのは俺一人で十分だ。もうこの世界はおしまいですよ。そんなことおめえが決めんな。諦めの悪い人ですね。では死になさい。しまった。かわいそうに、あなたが避けるからですよ。しっかりしてください。ナビゲーター、バイタルチェックを。了解しました。心肺機能低下、出血多量、このままでは数分以内に絶命するものと予測されます。やむを得ない。意識が戻ったようですね。今あなたはフリーザの攻撃を受けて危険な状態です。助かる手段は一つしかありません。今からあなたをヒーローとして蘇らせます。ナビゲーター、再構築シークエンス起動。了解しました。無事
再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。フリーザー、この世界はおめえらの好きにはさせねえ。いつまで強がりを言えますかね。行きましょう、ここは危険です。しまった、仕方ない、戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。
ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て、新しいお仲間の心配はいいんですか。それではまた。大丈夫ですか。よかった。それにしても初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえばまだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんももう戻っているはずです。わかった。腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな。うめえもんもいっぺんあるぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんのはまだ慣れねえな。お、悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。俺腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはベノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含めほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外はな。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と彼らと共闘する者たちベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それがJフォースだ。Jフォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えたのだ。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れ出たのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。
それを阻止するにはヴェノムズの殲滅はもちろん、ヴェノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。ガレナ、計画はどうなっている？Jフォースとかいう厚苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ないわ。兵の数は着々と増えている。そうか。だが順調であれど気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもなる。こんな腐りきった世界は一刻も早く変えねばならない。この俺の手で世界を作り変える。早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ヴェノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム。ヴェノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム。敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶ時の参考にしてくれ。
お、よく来たな。アルファチームのリーダー孫悟空さんです。お前が噂の新入りか。なかなかの面構えじゃねえか。どれほどの実力か試してみるか。やめとけゾロ、まだ新入りだぞ。騒がしい、よそでやってくれ。まったくどいつもこいつもこんな連中ばかりだが、それでもよければ俺たちのチームに入るか。よく来たな。ベータチームのリーダールフィさんです。お前海賊になりたいのか。だったら俺たちのチームに入れよ。うちのチームはサンジがいるから飯がうめえぞ。わらわはルフィがいればそれだけでいい。こんな感じのチームでもよけりゃ入ればいいぜ。まあ好きにしな。よく来たな、新入り。ガンマチームのリーダー、ナルトさんです。俺のことは、ナルト隊長と呼ぶように。ご機嫌ですね、ナルトさん。ああ、やる気があるのはいいことだ。空回りしなければ、ですけどね。厳しいな、トランクスは。聞こえてるってばよ。ナルトいじりはその辺にしなさいな。俺たちのリーダーなんだから。ほら、サスケ、お前もこっちに来て挨拶しろよ。うちはサスケだ。相変わらずですね、サスケさんは。なんだか誰かに似ているような。どうですか、俺たちガンマチームの印象は。こんな感じですが、ガンマチームは敵地への潜入や偵察などを得意としているんです。気に入ってくれたらぜひ俺たちのチームへ。
そうか、俺の技が気に入ったのか。それじゃあ俺の言う通りにするんだぞ。いいか、まずはこうやって腕を伸ばして。いや、できるわけねえだろ。この場所はトレーニングルームです。 J-Force のメンバーはもちろん、これまでに戦ったベノムズの情報をもとに構築されたアバターを使用し、シミュレーションによる模擬戦闘が可能です。今までに戦ったやつなら誰とでもまた戦えるんだってよ。けど模擬戦は後にしろよ。今は俺と勝負だ。準備はいいか。行くぞ。お前すげえな。よし、決めた。お前俺たちのチームに入れ。よろしくな。ベータチームに登録します。暴れたら腹減ったな。サンジ、飯まだか。さっき食ったばっかだろう。